はい、志郎です。今回はですね太陽光発電の、えー、損傷した場合ですよね災害なんかで,で発電損失するリスクを残さない再生手法とはという、まあ、ニュースの第2弾になってくるんですけども、まあ、マイクロクラックを見える化する EL 検査とはっていう話から入ってきますね目視で確認できないマイクロクラック EL、えー、エレクトロルミネッセンス検査と言いますこれね とと、えー、というう検査をを行うここでで確認すすることができます EL 検査とは太陽光パネルに電解を引加することにより半導体内に入った電子と成功が再結合して発光したものを撮影し可視化した画像を分析するものですということですね電解を引加すると電気が流れている部分は発光しますが流れていない部分は薄いままなので 外観からは判断できないものの、発電量の低下につながる可能性があるセルのクラック、亀裂やインターコネクターの断線、接続不良などを一目,一目で発見できるのですと。こんな感じですね。ここはもうあの消えかかってるんで、電気が通ってない、あるいはすごく薄いっていう形ですね。まあ、電気を流して、逆に流すわけですね。普通だとこう発生させる方向なんですけどもね。だけど この場合は電気を流して、それの状態を見るという形になりますねで。下の画像はセルに生じたクラックが将来どのような発電素質を引き起こすのかの例です。結晶系の太陽光パネルはセルにバスバーが施設,設されており、下記画像は,では1セルにつき3本、こういう感じですね。 バスバーに対して垂直にフィンガーバーが、あ、バスバーっていうのはこれかなフィンガーバーが細かく設されている、これですね。セルで発電した電力をフィンガーバーによってバスバーに運ぶことにより終電しています。ここで発生した電気をこのバスバーに運んでいるということですね。で、クラックによる発電装置の将来予測、黄色い部分は、ここはクラックが入っちゃってるんですね。 将来発電が損失する可能性がある部位を示しているということですねで。セルにクラックが入った場合、経年の外的及び内的要因による内部破壊でフィンガーバーが断線する可能性が高い、ここですね、が断線するとこういうふうに断線したんですね。場所や形により発電の損失を起こす可能性があります。EL 検査はマイクロクラックの入った場所や形状から将来のパフォーマンスに関わる 影響の予測を立てることが可能です。アドラソーラーワークスにも、自然災害により損傷を受けた太陽光発電所の太陽光パネル検査をしたいという問い合わせが増えています。具体的な事例として、2018年4月に雪害により太陽光パネルアレイが変形し、大量の太陽光パネルが発損した現場にて、約5000枚の太陽光パネルの EL 検査を実施例、EL 検査の実施例をご紹介しますということですね。 本検査の趣旨は EL 分析の結果を元にして、保険による交換対応が可能な太陽光パネルを判別するというものです。弊社の判定アルゴリズムにて、発電所内の太陽光パネルの状態を ABCD4 ランクで判断し、判定し、C と D を保険により対象、交換対象とすることになりましたということですね。A と B がこれだけで、C、?D、C 以下が結構多いですね。75%も多いと。 で本件の結果について、検体である太陽光パネルのうち使用可能なものが25%となり、交換対象は75%に及びました。本結果の使用不可太陽光パネルの数が多いか少ないかはさておき、本検査により発電事業におけるリスクが大きく低減したことは事実です。太陽光発電が悲惨な自然災害に直面した場合でも、こうした検査などを活用することで、効率的に設備を再生できる可能性がありますということですね。 こういったあの太陽光パネルの再生っていう部分でもそうですし、検査によってですね、どれぐらい将来的にですねあの、壊れる可能性が出てくるかっていう検査っていうのはすごく大事で、目視だとこれは難しいっていうことですねあの、通電させてこうやって見るということもそうですし、最近はドローンによってですね、かなりこう見れるようにもなってきてますけれども、あのこの EL 検査っていうのは、太陽光パネル外してですね、ちゃんとなんかこう検査する機会があって、 それでやるっていうのが結構多いでしょうね、まあ、そのままこう流すのもあるかもしれませんけどもまあなかなかですねこういう細かいところまでちゃんと見てくれる会社っていうのはまだ少ないでしょうし、まあ、太陽光パネルっていうのねこれからまだまだどん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 出てくると思うんですけどもそういったものをねいかにこうやっていくかっていうところもあのね通常通りにこう動かすように検査によってですね 人間の定期検診と同じですよねあの。それほどひどくないうちに検査をして、治していってですねで。よくなったらあの、まあ、悪いところは交換すると。ね、そういう形であの、傷が小さいうちに治していくというのがすごく大事かなというところですよね。はいまあ、他にもですね、いろんなこう災害によるです、ねえー、リスクというのがこう表面化しやすい。 最近はね、いろんなことでこう出てきましたが、いろんな例が出てきていますけれども、あのやっぱりこういったもののね、あの危害っていうのは、まあ、事業者さんにとってはすごくね、大変なことではあるんですけども、これね、周りに対する被害っていう上でも、これが流れてしまってね、いろんなところにこう起こっちゃったりすると、被害が甚大になったりもしますけれども、でもですね、まあやっぱり原子力とかに比べればですね、壊れたときのこの、 まずさっていうのはそんなにないかなというところはありますよね。はい。えーとですね、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。